ベルンハルト一世は、ビルング家の作戦校。ヘルマンと織田の息子で、父の築いた勢力をさらに大きく拡大した。父ヘルマン・ビルングは、皇帝夫を一世から作戦を任された人物であったが、作戦校の称号を用いたのは、ベルンハルト一世が最初である。ベルンハルト一世は974年、983年、994年の3度に、渡り、 ザクセンに進攻してきたデエンジンと戦った。983年、新生ローマ皇帝夫2世の死後に後継者争いが勃発すると、ベルンハルト1世は夫3世を支持して、バイエルン公ハインリヒ2世に対抗した。986年、彼は争いに勝利した夫3世からマルシャルの地位を与えられ、991年と995年の オットー三世の対スラブ園生にも同行した。ベルンハルト一世の権力はドイツ王に匹敵するほどになった。父ヘルマンがザクセン人に向けたドイツ王側の代表だったのに、対して彼はドイツ王に向けたザクセン人の代表となっていた。ベルンハルト一世は1011年に没しリューネブルクの聖ミハエル教会に葬られた。990年。 シュターデパクハインリヒ一世特等博の娘、ヒルデガルトと結婚した。二人の間には少なくとも五人の子があった。また以下も、ベルンハルト一世の子であったとされる。ありがとうございます。